それでは皆さんこんにちは。こんにちは。今日も例によって100歳会、皆さんと元気よく新しい、ね、方も来られたので、後ほどまた自己紹介の方よろしくお願いいたします。天気に忖度しなく、我々100歳会は元気よくやっていきたいと思います。それではまずは、いつものように、いろんな発表をしていただく素晴らしい、常連の方、研究者の方がいらっしゃいます。栄養管理士でもありながら、自ら、その、ね、いろんな世界の、悪行を暴くと行き盛んに、わざわざこの会に毎回足を運んでらっしゃる筧先生の方からご発言願いたいと思います。それでは筧先生、よろしく。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。本来は健康管理士として、ミネラル指導士として病気の方の面倒をずっと見てるんですけど、今やっぱりやむにやまれずこういうところで発言してるわけです。でなぜかというと、やはり僕は日本を愛してるし、日本をしっかりしろよという思いから発信してるわけです。だからこの思いをですね、聞かれた方がまだ自分自身で噛み砕いて、まあ、友人だとかそれから家族の方にお話していただければいいなという思いで話させていただきます。でよく総裁の話とかタイガーさんの話は非常に的を得てます。でこの話を聞かれると大体わかると思うんですけど、よくねタイガーさんがお金の流れを、突き詰めるといろんなことが分かってくるよって言うんですね。で、まあ、何言いたいかというと、ウクライナとロシアの問題に対してここ3回ほど私皆さんに詳しい話をさせていただいたんですけど、今日はちょっとお金の流れからなぜこの戦争が起きたかということをちょっとお話しさせていただきたいと思います。でその前にですね、今寄ってたかって、その私でロシアを応援するつもりは毛頭ないんです。なぜかというと、うちの親父はシベリアで捕虜になってますから、ロシアに対していい思いはないんですよ。だけどやはりちょっとひどいんじゃないかなっていう思いからこれを話してるわけです。で第二次世界大戦も今思えばですね、まあ春ノートを最後に突きつけられて、やむを前奏に突っ走ったと。今日パールハンジなんかもね、インドのパールハンジなんかも、これはこの戦争はおかしいと、日本だけをその裁判するのはおかしいとはっきりおっしゃってますし、もっと言うならマッカーサー、戦後 GHQ のマッカーサー元帥はその議会でね、こう言ったんです。これは誰が考えても日本はやむをやまれずやった戦争だと。これは日本が仕組んでやったわけじゃないんだと。まあこれ包囲網でもう石油も輸入できない、鉄もダメ、あやめな、全て閉じられて日本はもう売って出るしょうがなかったわけです。で何もこれ言いたいかというと、今のロシアも全く同じで、いろんな寄ってたかって世界中のマスメディアとか政府がですね、ロシア一点で攻めてるわけですよ。でこれちょっとおかしいなと。で私ですね、ちょっとお金の流れって言っていたんですね。でそれ何が言いたいかって言ったら、かつてよく総裁もおっしゃるようなリビアとかですね、それがイラクなんかでアメリカの DS が入ってきて国をめちゃくちゃにしちゃって、リビアなんかですね、結婚したら家一軒もらえるとかですね、凄まじい学費がただとか、そういう素晴らしいあれがあったんですけど、今はね、アメリカが入ってきてぐちゃぐちゃにした結果、そういうものみんななくなっちゃって、人々は困憊してるわけですよ。それと同じことをこれからやろうとしてるんじゃないかな。なぜかというと、昔からですね、このロシアとかウクライナとかハートランドって言うんです。心臓でいうとハートランド、これユーラシア大陸なんですけど、ここを制するものは世界を制すると言われてるんです。なぜかというと、食料もほぼここで取れるんです。小麦だとかトウモロコシ、わかりますね。それから石油とか、それから鉱物、地下資源も全部取れる。だからね、ここを取ってしまえば、だから DS の狙いは今ウクライナも取ったと、次はロシアを取ろうとしてやってるんだろうと、こういう考え方もあるんですね。これが全てだと言いませんよ。そうするといろんなことが解けてくると。でロシアは今いろいろやってますけど、ロシアはねびくともしないんですよ。なぜかったら今言ったように、自国で食料も賄える、それからエネルギーも賄えるということは、いくらヨーロッパがやっても意味がないんですね。ヨーロッパはご存知のように、なんで買ってですね、バチカンを背にして世界に売って出て植民地を作ったかって言ったら、自分たち資産も何もない貧乏なところだからですよ。そして世界を支配していったわけです。でそんな国がですね、今いくらやっても意味がないと。アメリカだけは唯一その中で後ろで煮立つと笑ってますけど、その証拠をちょっとお話します。
実はですね、今回の戦争ですけど、なんとですね、よく総裁がおっしゃった2014年にそのネオナチ のクーデターが成功して、それで前のヤノコビッチ大統領が倒されて、新ロシア政権のヤノコビッチ元大統領が倒されて、今親米の要するに DS が作った国に変わったと。その2014年に何が起きたかというとね、これですね、実は当時安倍総理が何やったかというとですね、安倍総理ですよ、この時にオランダのハーグで G7 があった時に、安倍首相はできたばっかの新しい政権に対して10億ドル、今の金額というと1020億円をその支援したんです。当時ですよ、2014年、ここがターニングポイントなんです。覚えてください、2014年。そして今回ですね、2020年の3月11日、政府はウクライナに1億ドル、約122億円、今のレートでね、それを支出閣議決定したんです。でこの間ゼレンスキーがその国会で演説した後にですね、今度は G7 で今のアホタレ総理がですね、演説した後にですね、さらに1億ドルを追加すると、122億円、こういうお金がね、日本だけでも追加してるわけです。でこの間見ましたらですね、このお金どういってるか、僕はこの間何か見てますけど、今戦争してるところにお金やったら何になるか、こんな武器に代わりに決まってんだろうと僕は言ったら、その通りなんですよ。調べたらですね、なんとですね、軍需産業がロシアにもウクライナにも約5000億ドルって言いますから、60兆円の武器で今利益上げてるんですよ。すごいでしょ、60兆円ですよ。これは別にね、ウクライナの方だけじゃないんですよ、ロシアにも売ってるんですよ。これだけの金額が動いてる。でこの間よく今 YouTube ですね、ヘリコプターなんかは肩に乗っける、なんていうんですか、あれジャベリンってかな、ジャベリンってあれ、さっき簡単に落としてますね、ヘリコプターバンバン、あれ一発いくらかって2000万らしいですよ。であんなものでやってヘリコプターで飛んできたら落とされない、決まってない、わざわざ死に行くようなもんでしょ。だと完全に落とされるんですから、そこを飛べば、なんで飛ばすかって、撃つためでしょ。そしてそのなんともっとすごいのはですね、そのテレビ朝日でこれ戦争前に NATO とアメリカがウクライナに大量の武器を送っていたことももう分かっちゃってるんですよ。で今ウクライナの市民に募金してますね、日本もバカですからいっぱい武器支援したお金が完全に武器に届いてしまうシステムになってるんです。そのお金がですね、武器に変わるんですよ。だから戦争してるところにいくらお金をやったってダメだよって言ってるのはそういうことなんです。もう皆さん一生懸命、日本人はね、全員でね、お金使って、お金使って、そのお金どこ行くんだ、戦争してんだから、その戦争してる武器に化けるんですよ。ますます泥沼になっていくわけです。苦しむのは一般の人々だけなんですよ。武器を作ってる人たちは、似たーとは、もう、これね、僕調べましたけど、今日言いませんけど、ものすごい利益上げてるんですよ。で、トランプの時は戦争なかったから、もう早く戦争を起こしたくて、しょうがなかった、うずうずしたんです。で、待ってましたとばかり、今、ウクライナはこういう状況で、2014年に、ナチグループがね、これバブチさん、バブチさんだってね、バブチムツオってウクライナ大使ね、彼がはっきり言ってましたよ、こう言ってましたよ。当時ね、2008年にスキンヘッドで徒党を組んで有色人種を攻撃していた、日本大使館員もたくさん殴られてるってはっきり言ってるんですよ。こういう人間が2014年にその DS と組んで乗っ取んで政権に入ってるわけですよ。だからどういうことやってるか、これね、裏を考えれば分かると思うんですよ。でこれね、総裁もよくおっしゃるミンスク合意があって、当時ウクライナロシアでドネツク人民共和国と、なんていうか、グワンスク人民共和国、ここ南の方にあるんですけど、ここに自治権を与えるということで話が決まってたわけですよ。それを国連安保理も同意してるわけですよ。国連も同意してるわけですよ。ここは自治権を与えるよって、それをなしつぶしにして、その僕はプーチンの肩を持ってるわけじゃないんですけど、プーチンもやむをやまぜずに戦争に引きずり込まれたっていうのが現実じゃないかなと。で待ってましたと、引きずり込んだらこれは武器の業者はもう笑いが止まんないと、60兆円ですよ皆さん、これ現実なんです。だからお金を流れを突き詰めると、いかにこんなバカなことやってるかっていうのはよくわかる。バイデンの息子のハンター・バイデン、彼がですね、ロシア、ウクライナのね、ガスの最大のガス会社、これプリスマっていう会社らしいんですけど、その役員になったと。つまりね、このガス会社っていうのは何やってるかって言ったらね、要するにロシアのガスを欧州に
パイプで通してるわけですよね。わかりますね。で、これ通してたの、今まで通してたのがウクライナとポーランドです。今ロシアに反旗翻してますけど、で実は2014年にあの新ロシア政権が変わった時に、ロシアはこれやばいということで、バルト海にですね、海中にパイプを作ったんですよ。 1号機とで2号機もできたんです。で2号機がこれ稼働すると、もう時期稼働進んでんだったの、稼働するともうほぼですね、ポーラン今言ったポーランドとかウクライナをもう通す必要ないんです。ということはどういうことかって言ったら、これ1日のね、いいですか、お金見たんですけど、このお金がいくらかっていうと、毎年ね、手数料だけですよ、通してあげるっていうその利権だけで2420億円の利権をガバッと通してあげるだけでもらってたの。これがなくなるんです。で、この会社の今言った役員であり、スポンサーがバイデン。わかりますか、言ってる。ということはですね、これを潰さないとお金入ってこないんですよ、自分のところのパイプ通さないから。だからこういうふうにして今戦争を仕掛けたっていうことも、これは僕は 100% 正しいとは言いませんよ。これ通すとどっちが正しいかっていうのはよりね、分かってくるんじゃないかなと思って、こういう話を今してるんです。だからなんかやっぱりこの戦争っていうのはおかしいなと。で、今の支出にしてもこれね、もう完全にそのウクライナを乗っ取って、今度はロシアを潰すと。でロシアを潰して、さっきから言ってるハートランド、そのユーラシア大陸を乗っ取れば世界をワンワールドに持っていけると。それこそあのね、総裁がよくおっしゃるワンワールド、グレートリセットに持っていけるっていうのは、もうこういうことから考えるとぴったりはまるんですよ。で、これがですね、まずあの調べたことです。で、それでですね、もっと面白いのはですね、あのゼレンスキー大富豪、大富豪って書いてましたね。これですね、フロリダの、アメリカのフロリダのサニーアイルランドに42億円の大邸宅を持ってるんですよ。知ってます？42億円。しかもですね、当時日本が、安倍首相が1020億円をその支援した2014年ですよ、2014年に銀行口座に彼は似たような金額、だから1020億円と42億足すと大体1100億なんだけど、預金口座に1400億の預金額を持ってるっていうんですよ。これ見てるとですね、もう見え見えだなと、ということがね、分かってきたんですよ。これ調べて僕もびっくりしたんですけど、それでね、昨日か、土曜日、地方銀行の ATM がみんなバタッと止まりましたよね。で、都市銀行はもう水もなんかしょっちゅうやってましたし、三菱もなりましたけど、僕がちょっと感じるのは、アメリカのですね、もうドルは、もう皆さんおっしゃってる通り、もう紙くずですよね。ただもう、石油の売買にドルを使うってだけで、要するにそのドルが、権威を持ってるだけで、実質的にはもうパンクなんですよ。で、ロシアはもうすでに、もうドルの売買はやらないって言ってるし、そして中近東の油の売ってる会社も、今回のロシアの経済閉鎖、封鎖には入ってないんですよ。インドも入ってない、ブラジルも入ってない、もう世界の趨勢はロシア側についちゃってるんですよ。で、日本のマスコミはアホですから、もう一生懸命ですね、潰れかかったその欧州 DS 側にくっついてますけど、何のメリットがあるんだと。で、この間ですね、それをやった瞬間ですね、ゼレンスキーが国会で演説した瞬間、総裁がおっしゃってましたけど、北朝鮮から ICBM がドーンと飛びましたよね。あれはもう完全にロシアのプーチンが怒り心頭で、おい、舐めるなよと、もういつでもお前たちは一発で潰せるぞっていう脅しだと思いますよ。それはね、やはり日本が、僕は大好きな日本だから言うんだけど、なんでその一方に肩入れするんだと、真ん中でいいじゃないかと、別にロシアとも中国とうまくやればいいのを、もうね、国会議員が全員本当にアンポンダレだと思いますけど、手叩いてですね、みんなゼレンスキーの演説をあれしましたけど、誰か一人こうまともな国会議員いないのかな、冷静にその日本をどうやったら日本がこうメリットがあるか、日本がこれから生き残れるかということを考える国会議員がいるかなと思ったけど、まあ、総裁がおっしゃったように本当にバカばっかですよ。本当に増田さんが国会議員になってほしいんですよ、タイガーさんもね。本当僕はそう思いますよ。まあ、話脱線しちゃいましたけど、まあ大体言いたいことはこういうことなんです。分かっていただけましたでしょうか。はい、素晴らしい、ありがとうございます。はい。